こんにちは、小林幸子です。始まりました、小林幸子は YouTube ババア。幸子さん。はい。いや、毎回毎回僕らもクレームを出し続けた回がありました。ようやく三上さんから事前にご共有いただいてリリースに間に合うような内容が、はい、よかった。11月15日、うん、またなんかやるそうで、やります。何を？こんな風になると思わなかったんですけど、私あの、まあ、ニコニコでね DJ でねギャルの格好してやって、あれがまあことのほかすごく評判が良くて、まあ、それはそれで良かったんですけど、なんと本当に小ギャルとコラボして歌歌っちゃいました。いや、これまたサツピだって思ったんですけど、うん、とりあえず突っ込ませてください、うん、これあのちょっとオフショット写真っていうのを今、拝見してるんですけど、何何、はい、なんかすごいあのギャル味が強くなってる気がするんですよ。ギャルも二度目ならってね。あとですね、三上さんからいただいた資料ですね、はい、ちょっと読ませていただきます、はい、伝説の楽曲のオリジナルリリースから15年の時を超えた今、令和に突如現れた小学生ギャル軍団小ギャル、うん、と芸歴60周年を迎えたギャル界のラスボスサツピーが究極のコラボレーション。これちょっと僕突っ込みたいんですけど、うん、あれ芸歴60周年迎えたのは小林幸子さんであって、サツピーってデビュー1年目の17歳じゃなかったですか？そうですよ、17歳よ。これだから三上さん資料間違ってますよね。そうですよね、あの TikTokでは過去17歳ですし、愛好写真撮影ですごちゃごちゃになっちゃってる、ごめん。でもまあ、わかるでしょう、17歳、17歳。さすがさん、大阪大魔王さんを見てくださいよ。はい、あそこまで固くなにピコ太郎、ピコ太郎ちゃん別人ですと。そうです、言い切ってるわけですよ。そう、サチコさんもやっぱりサチピと小林サチコはやっぱ別人として、こうやってご飯食べる時ピコちゃんったらうんってちゃんと言って、それあのもしかしたらあのピーかもしれないです。でもこれ11月15日そうです、ルカルカナイトフィーバー2020、このルカルカってねもうす超超有名なんですよね、ボカル曲の中でもね。ルカルカナイトフィーバーですが、はい、2009年2月12日にリリースをされまして、はい、まあ、これいろんな人がカバーをされてるんですけども、そうですよね、うん、元はボーカロイドめぐりねるかさんの合成音声を使用したトークビデオとして、はい、ニコニコ動画に発表されたと、はい、で2010年までに約170万回の再生を披露。そうなんだ、15年前の曲をこれまたなんで今カバーとして出されたんですか？でもね、時代は全く感じさせないあのメロディーだし、こういう子たちにとっての青春の応援ソングみたいですごく可愛くて素敵な歌ですよ、すごく。ジャンルはユーロビート。ユーロビートの時代ですね。これを今のそのね、令和の小学生ギャル軍団、うん、デビュー1年目のサチピが歌うということで、うん、だから逆に今新しい感じているんじゃないかなと私は思います、ユーロビート時代。でもこれ、一応幸子さん、今回はフューチャリングという形での参加なので、はい、もちろんメインはこの小ギャル軍団。そうです、小ギャルの定義っていうのは今小学生なんです。これただでさえ相手は小学生で、はい、しかもギャルという、まあ、幸子さんが全く通ってこなかった文化。そうですね、話が噛み合います。それがね、噛み合うのよ。だって撮影してる時、幸子ピカワとか言われちゃって、はい、いらっしゃいませ。かわいいって言ってます。しかも、ね、この小ギャル方たちからすると、幸子さんってもう、なんていうんですか、大魔王みたいな感じじゃないですか。そうそう、小坂大魔王みたいな。その撮影以外の時とかも普通に会話するんですか？もちろん普通にね、みんな集まってきて、なんかいろんな話したりなんかして。三上さんからいただいた資料って、なんか幸子さんが、はい、なんかおやつ、お土産をなんか配ってるような映像もあります、ね、もちろんですよ。何が大事だって、お菓子が一番大事。それで私の甥っ子の、子供があの撮影をねするって話をしたら、幸子ちゃん見に行っていい？私ね、今までね現場にね来る現場も違うからって言うんだけど、その子が言うには、その小ギャルのリアちゃんに会いたいの、リアちゃん一目会っただけでいいから、それで帰るから、幸子ばちゃん。もうね、すがるような目で言われちゃって、ほっと、初めてですよ、私、三上に言って、ピカピカ。
もうすごい狂喜乱舞、もう喜んじゃって喜んじゃって、もうね、会ったらもう目がもうこんなになっちゃってるわけ。もう、もうでランドセル背負ってきたのよ。なんでランドセル背負ってきたのって言ったら、ランドセルにサインしてもらいたい、サインしてもらったの。すごいカリスマですね、もう今の。そうですね。ルアちゃんは小学生？そう、もちろん小学生です。小学生にしてそこまで人を引きつけるカリスマ。自分の名刺も持って、キラキラの名刺も持っても、私もらったんだもん。ありがとうって。サツキも負けてませんよ。このここを指す輝かしい姿。負けてないもの。負けてないもの。楽しそうですよ。そのコラボをやるってなった経緯は、きっと幸子さんは知らないと思うんで、三上さん、何だったんですか？でもさっきおっしゃった通り、DJ をこの前、紹介で一緒にやった時にも、このリュアちゃんたちも一緒にやっていて、なおかつ、ルカルカナイトフィーバーも一節入ってるんです、この前の、うんうんうん、で、それがやっぱり評判が良くて、そうそうそう、だったらもう、歌出しちゃおう。知らないうちに出しちゃうなんて言ってて、もともとリュアちゃんたちも歌を出していったりして、そうなの、はいはい、でなので今回はフューチャリングでサチピと一緒って言ったらキャーッとみんなが喜んでくれたっていうんで、じゃあやりましょうってことなんですけどね。ここまで来たらもうサチピとしてシングルも出さなきゃいけないんじゃないですか？まあ、だってほらデビュー1年目ですし。あ、そうだ、やだ、サチピ17歳、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 
人とデビュー1年目の新人が混在するってなんかすごいですね。だからそれが、この音楽の世界なんですね。ちょっと違うと思います。そう違う。 MV 撮影も終わりました。でその時の写真で、はい、そうです。でもこのなんかオフショット的な写真見てると本当になんかキラキラしてたんだろうなっていうのは想像できるんですけども、本当なのよこれ。ここなんかイベントホールみたいな感じで、クラブです。クラブだ。本物のクラブ。本物のクラブでやったの。もともと2009年に出たミュージックビデオをちょっとオマージュして、新たに作っている感じになります。こういうのがもうずっとやったりなんかして、こういうの分かる？すごい手つきが綺麗でしたね、慣れてるような。今六本木でしたけど、今これ六本木だよ。そうそう、改めて、はい、今回のこのルカルカナイトフィーバー2024、はい、どんな仕上がりですか？あのね、私がだからあのイベントの時に DJ を教えてくれた本当プロのすっごい人がいるんです。パンダさん、パンダさんがあのアレンジもしてくれて、だからかっこよく仕上がりましたよ、本当に。じゃあ2009年の名曲をまあ現代版にリアレンジして、そうですね、小学生とラスボスが歌うと。さあさあ、11月の15日発売されております。ついちょっと前に発売になりました。ぜひお聴きください。本当になんか前作のオシャンティマイティガールに、はい、なんかもういよいよ演歌歌謡からほど遠い世界に飛び立ちましたね。いやでも基本的にでもね、歌うとかあの伝えるとかっていうものに関しては同じことだと思うからいいんだよ。たまにこれ名言ですよ。素晴らしい。本当にそうだもん。どうしてもジャンルでこう捉えがちですけど、それがいけない。関係ないと。今の時代いけないね。あのね、全てのものに対して今ね、ジャンル分けをする、それから細分化してる、みんなそれおかしい。物事はみんな一つでいいと思うの、娯楽っていう部分にしたらね、まあ、あの分けたがるのが日本のなんか社会あるじゃないですか。なんかそれではそれでいいんだけど、でも根っこにあるものは私は一つだと思ってますということです。そうか、さすがもうギャルメイクしちゃうほどの覚悟ですよね。面白いこと言ってくれた。いや、白熊は頭も白いが面白いなんてね。面白い方法面白かった面白かった、よかった。昭和のギャル、小林幸子でした。というわけで、コギャルとサチピで、あのルカルカナイトフィーバー2024、ついこの間あの配信されました。ぜひ応援してください。もうね、でもね、あのサチピは可愛いですけど、やっぱりあのコギャルはめっちゃくちゃ可愛いです。ぜひ応援してください。よろしくお願いします。カモーンってこうやってやってるんです、私ね。